シルバーストーンは1周 5.141km、 17のコーナーがあります。トップスピードは 2.4 リッター V8 になってもおよそ300キロ。スタートから1コーナーのコプスはほぼ全開です。マゴッツ、ベケッツと加速していきます。ここまで全開で突っ込みますが、4コーナーベケッツ入り口ではしっかりとブレーキングです。横風に注意です。アンダーステアで外に膨らまないように気をつけて。有名なハンガーストレート 770m があります。ここでトップスピード、マシンをコースの左に寄せてストーンはアウトインアウトで攻めます。456とシフトアップしてベールを攻略します。ここもブレーキングが重要。そしてブラインドのロングコーナー、クラブです。クラブをスムーズに抜けたら220から290キロまで加速していきます。479m のストレートがあって、その先にスピードトラップ。ここアビーは2速です。レース中のオーバーテイクポイント、次のブリッジコーナーへ向けて5速までフラットアウトです。ブリッジコーナーを抜けてインフィールドに入ります。プライオリーで160キロまでダウン、そして左のブルックランズ、さらに右のウッドコートです。コンパクトに回り込む感じで出口重視のコーナリング、緩いカーブを抜ければメインストレート。